イヤーモニターとは、ミュージシャンやオーディオエンジニアがマイクロフォンで収録した音声や音響をチェックするために使用するヘッドホンの一種。略してイヤモニなどと呼ばれることもある。テレビやラジオ放送などの生放送の番組では、アナウンサーやキャスターなどが使用し、スタジオからの問いかけの音声や番組進行上での伝達事項の連絡などを視聴者などには悟られずに、 直接出演者に伝達する方法の一つとして使われている。優先方式や無線方式を使い伝送される。近年では無線方式を利用したものが多い。音楽ライブ演奏などの場合、現在でもステージ上にモニタースピーカーを設置する場合もある。ライブ演奏する会場の大型化に伴う PA スピーカーなどによる音の残響、監修の声援などや、 演者のステージ上での移動などにより演者自身が演奏などのモニター音声としての音が聞こえないという問題を解消する方法として使われる。また、ライブ演奏上でのコンピューターなどを使用しての楽器のプログラミング制御やライブ演出上の視覚的演出をライブでの演奏と同期させるため演奏楽曲のテンポを一定化させるための基本となるテンポ信号を演奏者へ伝送する。 また、舞台進行上の連絡事項の伝達にも使われる。ライブ演奏などの場合、使用者の好みなどにより、演奏等のモニター音、テンポ音の他にも、会場での観客の歓声などもマイクで集音して、イヤーモニターにミキシングして流している場合もある。テレビやラジオ放送での生放送の番組などでは、音楽ライブ演奏などでの使用より以前から、 インカム的な使用での伝達事項の連絡手段として使用されている。音楽ライブなどにおいては1970年代頃から優先で市販のヘッドホンやイヤホンが使用されていた。1990年代には使用者の耳型を取り外自動にフィットするように個別に制作したカスタムインイヤーモニターが使用されるようになった。インナー型、カナル型などのハウジングは 比較的に目立たない肌色のものが多かったが、後に使用する場面により半透明のものやデコレーションされているものもあり、イヤーモニター制作メーカーなどや使用する場面により様々である。無線でのイヤーモニターに関して、テレビ、ラジオの放送局などでは許可を受けた専用の業務無線の割り当て周波数を使い、無線方式での運用を行っている。 ライブ系での使用でも、プロ仕様でのワイヤレスマイクや、インカムなどと同様に、業務用に許可を受けた、専用の無線周波数が使われ運用している。日本においては、マイクロフォンやモニタリングに使用される、ワイヤレスシステムは、A 型、B 型、C 型、D 型が利用されるが、PASR など、プロユースには、主に A 型と B 型が使われる。A 型ワイヤレスマイクロフォンや、 モニタリングシステムで使用される、周波数帯は 800MHz 帯が使用され、陸上移動局免許が必要である。対して B 型は特定省電力無線局に該当し、運用のための免許は不要。アマチュアユースでも、プロ仕様のイヤーモニター機器を購入し無線仕様許可を取り使用したり、また無線仕様許可を取ったレンタル業者から借りて使用することもできる。 簡易的な方法として、簡易 FM 放送用送信機などを使用して、音響ミキサーのモニター出力音声などから分配をして送信し、FM ラジオ受信機により受信してモニターすることもでき、使用している場合もある。センセフォニックス、バークス編集部レビュー、センセフォニックスに XS を知らずして、カスタムイームを語る中で、バークス楽器、画像付き解説から日々の株式会社、 用語集、ありがとうございます。